はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ひでパパチャンネルへようこそ。今回はサムネでもうネタバレしていますが、 3D プリンターを購入しました。このチャンネルとは関係ないだろうと思う方もいらっしゃるとは思いますが、実際車中泊車を作成していて、ここに合う入れ物が欲しいなとか、こんな固定器具ないかなとか、いろいろ思うことありますよね。そんな時にこの 3D プリンターを使って作成したいと思っています。まず最初になぜこのタイミングで 3D プリンターを購入したか説明しますと、単純に価格が安くなったからです。一昔前までは最低限でも10万円以上しましたが、現在では2万円台から購入でき、さらに精度も上がっています。それでは 3D プリンターとはどんなものか簡単に説明していきたいと思います。 3D プリンターとはその名の通り立体物を印刷できるプリンターですが、大きく分けて2種類の方式があります。熱溶解積層方式と光造形方式です。まず熱溶解積層方式の紹介です。簡単なアニメーションを作ったのでご覧ください。黄色のヘッドからフィラメントと呼ばれる紐状の樹脂を溶かして出力し成形をします。このアニメでは拡大していますが、実際は 0.1 ミリの厚さで作られます。続いて光造形方式です。まず容器にレジンを入れて、今度は逆に土台が降りてきます。そこから UV ライトを照らし、図のように一層ずつ光で固めます。溶解方式は扱いやすく印刷スピードも速いですが、積層面が荒くなります。光造形は綺麗な仕上がりになりますが、溶剤の管理や印刷後の処理が手間です。本当に簡単な説明ですので、詳しく知りたい方は多くの方が動画にされているので検索してみてください。今回購入したプリンターは積層方式で、クリアリティさんのプリンターです。同じシリーズのスペックの違いを表にしてみました。最安値の SE、 スペック高めの V3、 そして大型に対応した V3 プラスです。 CE だと公式サイトで26,000円、Amazon のタイムセールなら2万5000円を切る時があります。 CE でも十分な性能を持っていて、 V3 と比べても造形サイズは同じです。違いは対応フィラメントとスピードです。 CE は3種類ですが、 V3、V3 プラスは ABS やカーボン素材も使えます。さらにスピードが倍近く違います。フィラメントの種類にこだわらなければ SE で十分だと思います。V3 プラスは造形サイズが30センチとなり、かなり大きなサイズまで印刷できます。今回は強度を考えると ABS やカーボンも使いたいので V3 を購入しました。それでは早速開封といきたいんですが、 DIY チャンネルらしく設置台を作りたいと思います。まずは設置場所、横の部屋にクローゼットがあり、荷物だらけでしたが整理しスペースを作りました。それでは恒例の DIY タイムです。3D プリンターを設置する上で、まず振動に強い台にする必要があります。テーブルの支えを増やし、数倍包材を使って作成しました。木材は事前にカットしてあります。結構な重さがあるので、普段はカットしてネジでつなぐだけですが、溝を掘って重さに耐えれるようにしています。上にも物が置けるように棚を作りました。今回使用したのは 2x4 材が9本、テーブルにはコンパレ材を使用しています。完成しました。プリンターを置くだけなので色は塗っていません。それではここにプリンターを設置していきましょう。こちらが今回購入したプリンターです。説明書とモニター、付属品と
工具までついています。土台はやはり結構重いです。早速組み立てます。電圧を切り替えるスイッチがバーを取り付けると隠れてしまうので要注意です。六角ナットで締めるだけで工具もついているので簡単です。液晶モニターがついているのも嬉しいですね。それでは早速サンプルを印刷したいと思います。10倍速で再生していますが、結構な振動と音がします。今印刷しているサンプルの船は 3D プリンターの性能を見るためよく印刷されているものです。完成しました。簡単に取れないほどしっかり土台に固定されています。しかもこの金色の土台、温度管理されていて熱いんです。完成品を見ても積層はそれほど気になりません。しかしこのサイズが十数分で印刷できるとはすごい時代です。さて、いよいよオリジナルのパーツを作っていきます。今回はサムネに映っていると思いますが、カップホルダーを作成したいと思います。なぜカップホルダーと思うと思いますが、単純にテーブルに穴を開けたくないんです。当たり前ですが、穴を開けると移動できなくなるんですよね。なのでオリジナルのカップホルダーを作りたいと思います。もしかすると同じような商品がすでにあるかもしれませんが、作る過程を楽しんでいただけたらと思います。早速作成していますが、 3D プリンターなので CAD ソフトを使ってモデルを作成しないといけません。これが結構大変でした。有名どころからマイナーまでいろいろなソフトが出ていますが、どれも一長一短あります。すごいけど使用量が高いとか、無料だけど使いにくいとか、こればっかりはいろいろ試してみてください。ちなみに今使っているのはデザインスパークメカニカルです。無料で使用できますが機能制限があります。操作感は見ていただければわかると思います。いろいろ苦労しながらなんとかパーツを作成しています。基本的には平面を作成して押し出しツールで押し出してパーツを組み合わせたり削ったりします。さらに角を丸めたりしながら調整します。一番苦労したのはやはりネジの部分。印刷して貼り付かないけど緩まない程度の隙間の調整が必要です。 3D プリンターを買う前にモデリングが作れるかどうか試してから購入するのもいいかもしれません。僕は買った後に覚えたんでやるしかありませんでした。さて、そろそろ完成しました。このデータを STL ファイルで出力します。これは 3D プリンター用のデータファイル形式です。これをクリアリティさんの出しているスライサーソフトで読み込みます。スライサーソフトとは 3D プリントするとき中身を全部埋め尽くすわけではないので、適度な空洞やサポート材、フィラメントごとの設定、フィラメントの使用量や時間から印刷までサポートしてくれます。細かい設定は抜きにして、今回の形状はサポート材が必要になるので設定して印刷します。サポート材は分かりやすく言うと
何もない空間にいきなり線を描くことはできません。なので床から枝を描いていき、その上に線を描くイメージです。では実際に印刷していきます。まず最初にキャリブレーションと呼ばれる位置の調整をしてから印刷が始まります。昔の 3D プリンターはこれは手動だったようですが、今は自動で全てやってくれます。今回のフィラメントは PLA ウッドという木っぽい質感になるフィラメントを使用しました。印刷は早送りでいきます。細かく丸い木のようなものができていきますが、これがサポート材です。印刷後すべて取り除く必要があります。印刷が終了しました。カメラを持っているので片手で外そうとしていますが、床をしっかり冷やしてから両手で撮った方がやりやすいです。木の枝に見えるのが全てサポート材です。細かい隙間にも入っているので全部取り外します。ネジの部分が割れてしまいました。ネジの隙間が少なくつながってしまっていたようです。一部欠損していますが、とりあえず完成しました。はい、完成しました。いかがでしょうか。こんな感じで完成しました。ただここのネジは折れてしまいました。実はこれ2号機なんです。最初に作ったのはこちら、黒のフィラメントで作りました。ただこちらにも問題がありました。ここを大きくしてしまったせいで、飲み物を入れるとかなりの遊びがあります。さらにここの強度が弱いです。ネジの部分はしっかり使います。そこでこの2号機を作ったわけですが、サイズはぴったりになったんですが、高さが足りないので倒れてしまいます。横の強度はしっかりになりました。しかしネジが壊れてます。そこで第3弾、こちらが第3弾になります。高さも出したので
み物を入れても大丈夫です。さらに横のデザインを少しこだわってみました。ここの強度はありますね。ネジもしっかり回ります。実際にこれが僕の車でよく使っている木材で、床やテーブルにも使っています。このテーブルにこのように横から刺し、下のネジを締めることでカップホルダーがどこにでも設置できます。さらにテーブルの横がはみ出してないので足を引っ掛けたりすることがありません。いつでも取り外してしまうことができます。今回の動画は以上となります。もしかしたら似た商品が世の中にあるかもしれませんが、自分で作るのは楽しいです。今回はカップホルダーを作成しましたが、今後いろんなものを作成したいと思っています。少し長くなりましたが、最後までありがとうございました。もし万が一このカップホルダーが欲しい方がいらっしゃいましたら、コメント欄で教えてください。優勝無償含めて検討したいと思います。まあ、いないと思いますけどね。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。